新ウルトラマンやるよということでのお知らせ、はい、サイドンサイドンサイドンや、え歴史的記念プラモ専務と遊ぼう。こんにちは、 NMB48 の和田美優です。今日も専務と楽しく遊びましょう。専務よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でそして広報くんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ウォーイエーイ。今日はなし、今日はなし。どういう、いつもやってますよ。やってますけど、ね、はい、では、はいはい、ということで、はい、今日は、はい、なんと5月13日の放送会、はい、13日の金曜日なんですよ。おー、はい、ということで、はい、えらいお知らせが。え、何？5月13日、はい、何の日ですか？専務の誕生日です。ブー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 。専務ちなみに誕生日は7月1日です。覚えてない。違いますよね。はい、絶賛プレゼント募集中です。はい、今日は井上若さんの誕生日です。おー誕生日のしょうもないね、いつもね。今日はなんとかさんの誕生日です、ね、アホか。いやいやいや、いいじゃないですか。何の日ですか？何の日かというと、はい、今日はですね、映画新ウルトラマンの公開日なんですよ。ということで、まあ、海道さんもいっぱいですね。実は本当は今日から公開日なんで、これはあの原型をちょっとあの磨いたやつで、今回ツルンツルンの綺麗な、初めて見ました。これ新ウルトラマン、あ、この色なんですか？いや違います。いやこの色はちょっと気持ち悪いでしょ。でこの色です。もう赤と銀はウルトラマンの決まり色ですから、はい、いやね、その色でテレビ出てきたら怖いでしょ。そう、新しいのこれなの。なんか全身なんかそういう、なんでしょうね、ラクダの捨てとこみたいな色してます。へ、はい、お、今予告編、絶賛予告編登場してる。立ってるネロンが。4足歩行じゃなかったですっけ？あ、本気になったら立つんです。あ、そうなんや、はい、普通にダラダラ歩くときは 4足やけど、ちょっと本気になって喧嘩するぞーって立ちようなんです。あ、そうなんですね、はい。で電気を放出するんでしょ？そうです、ピカチュウと一緒です。違います。全く一緒ですよね。一緒で、全く一緒です。電気怪獣ピカチュウです。ということで、これがあのガボラさんという、これポロポロ落ちるから足だけ持ってね、はい、ちょっとまだこれあのテストショットやから、はい、ガボラ頭がとんがってます。え、これはウラン怪獣といって、ウランを食べてちょっと放射能を出す、で、まあ、本当はですね、ウルトラマンの情報バンバン出したいんですけど、はい、庵野秀明さんの作品というのはネタバレがもういっぱいあるので、うん、ここに出てない怪獣とか、僕らこれから出すいろんなあのフィギュアがですね、まだそれを発表すると、まだ言うたらあかんでとか、発表したらあかんで、映画が公開されて、まあ3週間は待ってねというね、ものがいっぱいあるので、今日はとりあえずウルトラマンやるよということでのお知らせ、はいはい、また順次あのウルトラマン情報出しますから、よろしくです。お願いします。ということで、海洋道塾のコーナー気を取り直してホビー界隈海洋道会話の基礎知識などを紹介していきます。今日はどんなことをしますか？静岡ホビーショー&、はい、プラモデル、海洋道がやるプラモ系のですね、はい、最新情報お知らせです。はい、じゃあ改めて僕から紹介させていただきます。はい、はい、静岡ホビーショーはプラスチックモデルキット、ラジコン、鉄道模型の有名メーカーが一堂に会し、注目の新製品を発表する展示会です。平日は業界関係者用のお披露目展示、土日は一般公開日として無料開放、毎年7万人以上の来場者が集まるホビーのビッグイベントです。すごい。ということでですね、はい、今日の放送は13日の放送なので、はい、明日からですね、一般公開日ということなんですよ。だから普通の人が明日から見れるんですが、今日はですね、そのまあ情報を先出しで、お知らせしましょうと、はい、でなおかつ、まあこういうの見てる人はあのご存知と思いますが、はい、大体録画や、まあ、録画しても生放送やないですからね、はい、そういうのは私も何出すかわからんから生はあかんそうということで録画なんですけども、はい、ということはこれはまだまだ完全な、展示するものの一歩手前のものを今日はお知らせして、はい、あとは会場に見に来てねというのはこの辺のものたちなんですよ、うん、これなんか知ってます？ゾウさん、ピンポーン、はい、次、はい、はい、はい、これマンモス。マンモスではない。まさかのマンモス。何ですかこれ？ええマンモス、え絶対動物園で見たことあるよ。これ動物園いますか？いるよ。カバ、えー、え
え、わかんないです。え、もう色ないから分からない。マンモスの次カバ、色は割とそれっぽい。鼻が長い。え、いや、え、ほらこの角がサイドン。サイドン、サイドンや。え、ポケモンの。ポケモンではない。それ後ろなんか読むなものがない。あ、サイ、そう、サイドン。これサイなんや。サイドンです。サイ見たことあるでしょ、みゆちゃん。え、ないです。今動物園もそうなっとるんや。サイ、はい、危なくないですか。危なくないです。危ない。サイに角が生えてるのあんま知らなかったんだ。知らないです。うん、これライオンちっちゃ。ライオンちっちゃい。そう。ライオンちっちゃい。これこれ。キリン。ピンポン、模様がないけど。で、あ、ワニ。はい、ワニも知ってます。はい。かわいい。ということでですね、これが全部ですね。うん、まああとこれ。え？これ何か。清掃員。まあ清掃もしてある。清掃員。はい。人間。あ、あの動物園の飼育員と。あ、そこに来るお客さん、見に来てくれた人、見に来てくれた人、この掃除する人とか餌あげる人とか、35分の1動物園コレクションという、動物園、ただの動物だけじゃなくて飼育員があったり、そういうとこであったりとかで、みゆちゃん、ゆるキャンって知ってるかね。知らんか。ゆるキャラのコンテストみたいな。え、分かんない。そうか、はい、これがですね、24分の1の、はい、今キャンプが結構流行っとるんですよ。あ、そのキャンプブームの火付け役になったですね、ゆるいアニメでゆるキャンという、そうなんや、はい、ゆるいキャンプアニメでゆるキャンという、このゆるキャンはですね、24分の1で、まあ、実は僕も知らんかったけど、むっちゃくちゃファンがおるんですよ。でキャンプファンとかゆるいキャンプが好きな、ね、お宅の人のも、ね、増えてきてですね、そうなんだ、はい、今キャンプブームを起こしたアニメのゆるキャン、これ結構一番人気らしいんですけど、他にもですね、これなんか知ってる、いや、え、誰？誰とは言わんで、名前はあんまりわからん。あ、見たことないです。まあないと思う。一応仏像さんね。あ、仏像ってお寺に行ったら大体誰かがおります。こんな格好した人が。確かに、はい。これらがあの静岡ホビーショーで展示されているんですか。はい。で、それがいっぱいある中で、今回一番のですね、フラッグシップという一番メインのアイテムが、うん、まだこれもね、テスト、あの、これは出力したやつなんですけど、はい、これみゆちゃん知ってるよね。太陽の塔です。太陽の塔です、はい、これはですね、スケール200分の1、だから実物が 70m ありますから、200で割ったら、はい、0.35、 0.、 まあ、一応35ですね、35cm の 高さの太陽の塔なんですけど、はい、なんとですね、これは超精密な太陽の塔なんですが、はい、これプラモデルということは、バカ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 、こうやってですね、中身が再現されております。すごい。で、2018年に中が全部きれいに、縦の中身だけ作り直したんですよ。で、このようにですね、階段が、実は階段つけなあかんねんけど、これがつくんですよ。あ、つけのめんどくさいからまあいいけど、これいや、それは頑張ってください。はい、あとつけさせて、こんなめんどくさは僕したくないので、これはこれやるのせいですが、そんなはっきりと言わないでください。いやいや、これはまたアシスタントの人に作ってまたアシスタント当然じゃない、どこでも出てくるんですよね、アシスタントの、ね、当たり前じゃないですか。で、この中にほら生命の木というのが、はい、今度みゆちゃん中身覗いたら、はい、だから下から入って上に上がっていけるんですよ。でまた降りていく、別のとこから降りていくというね、うんうん、こういうのが今の太陽と中身見れます。知らんかった、中入れるんです、ね、はい、で実際の太陽の塔の中身までが楽しめるという、うん、この素晴らしいものが当日海洋堂の、まあ言ったら、まあ、歴史的記念プラモとして、はい、当日大々発表します、はい、ということで、みんなこれを見に来るように、ということなんです、ね、わ、すごい楽しみ、はい、はい、うん、ということで、幸福海洋堂の番、あのホビーショーはこのような形で習います、はい、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。専務、最後に質問ね、ちょっと待って専務、最後に下ネタモードって言いましたよね。今間違えました、ごめんなさい。じゃあ専務、下ネタお願いします。何でもいいですよ。はい、チャンネル登録お願いします。ダメです。喋れず。